ノエルはやる。昔あるところに大きな森がありましたクポ。水の豊かなその森で魔物たちは自由に暮らしていましたクポ。魔物たちは力比べをしたり食べたり食べられたりしながら、それでも一応仲良く過ごしていましたクポ。ある時森に暴れん坊のプリンが現れて、自分が王様になると言いましたクポ。プリンは天に届くほど大きかったので誰も逆らえませんでしたクポ。プリンの王様は森中の魔物に貢ぎ物を持ってこいと命令しましたクポ。そしたら地上から人間を追い出して魔物の王国を作ってやると約束しましたクポ。うまく潜り込めたな、セラ。俺ちゃんと魔物に化けてるよな。変身の魔法は完璧。バレてないよ、ノエル。お願い、次は霊剣蜂蜜を見つけてきて。クポ、イエーイ。行け。でっかいプリンを倒したら、もっと大きな王様プリンが登場クポ。勝ち目がないし、別の手を考えたクポ。魔物に化けて、王様プリンを油断させてから、おいしいプリンを作って食べさせるクポ。すると、うまーい。けどコロッといっちゃうクポ。特製の毒毒プリンで王様プリンをやっつける。すなわちプリンを持ってプリンを制す作戦クポ。早く材料集めてこいよ。霊剣蜂蜜の他にもごまかしハーブと極上シュガー、
ドグサレチーズも頼んだからな。完全にパシリ扱いクポ。ノエル、後で毒毒プリンの味見をさせてやるクポ。